この度は皆様に謝らなければいけないことがございます。先日髪色を変えた動画を投稿したのですが、その際に1ヶ月限定と口頭では皆様にお伝えしました。ですが私たちこの髪色が結構好きになってしまいまして、1ヶ月だけ延長させていただくことになりました。1ヶ月限定とお伝えしていたのにもかかわらず、7月もまたこの髪色でやらさせていただくこと、誠に申し訳ございませんでした。そして7月10日に行われるニココレも、こちらの髪の毛の色でご出演させていただくことになりました。よろしくお願いします。この髪色の私たちでも、どうか温かく見守ってくださいませ。